日本航空、JAL マイレージバンク JAL マイレージバンクは、日本航空及び JAL グループが提供するマイレージサービスである。会員数は2019年3月現在で、約3000万人と、日本国内のマイレージサービスとしては、全日本空輸グループが提供する ANA、マイレージクラブに次ぐ規模を有する。また、国内航空会社として、初めてのマイレージサービスを開始し、 当初はサービス名称を JAL スカイプラスとしていた。JMB 会員のカード番号は7桁と9桁が存在する。7桁の会員は便宜的にカード番号の頭に例0を付加することがある。ちなみに最も古参のカード番号は 100XXXX であり25年以上前に入会した会員である。なお現在の JAL マイレージバンクは 正式には、従来からあった JMB と2003年4月1日に、旧日本エアシステムのマイレージサービス、ジャスマイレージサービスが統合して発足したものである。旧 JMS 会員は、統合に同意しなかった会員を除き、JMB に統合され、JMS の旧会員番号の頭に、60等の番号が付加されたカード番号が与えられている。運営は株式会社。 ジャルマイレージバンクが行っている。カードの発行は日本航空名で行われる。日本航空株式会社の完全子会社で、ジャルマイレージバンクの会員向けサービス業務、出張航空券一括生産サービスの生産業務を行うほか、2010年4月以降は E マイル事業を日本航空株式会社から受託している。国内線では、フジドリームエアラインズ、天草エアライン、 ジェットスター・ジャパンのコードシェア便も含む、いわゆる上級会員の制度、日本航空グループのフライトで積算される、フライオーエヌポイントのポイント数、または搭乗回数に応じて以下のサービスステータスが付与される。フライオーエヌポイント搭乗回数は歴年で集計し、それぞれのステータスに達成した翌々月翌々年3月末までの期間有効となる。 2007年4月より日本航空グループがワンワールドに加盟しフライオーエヌポイントがワンワールド加盟多社便への登場でも獲得可能となったためこれに伴い以下の基準に加えてフライオーエヌポイント積算対象となる JAL グループ航空会社便に対象期間中4回以上登場の要件が追加されるさらに2013年度からは達成基準となる フライオンポイントもしくは登場回数のうち半数以上は JAL ルグループ便利用という要件に変更されている。また JGC プレミア JMB ダイヤモンドの達成条件に2008年に亡くなった登場回数での達成も2009年から復活している。JMB 提携カードの例ジャル i c サービス機能を基本に国際ブランドと提携したクレジットカード ビザデビットカード、マスターカードプリペイドカード、ポイントカードや電子マネートのデュアルカードなどを提供している。クレジット機能はついていない。クレジットカード機能なし旅行会社銀行鉄道、バスクレジットカード機能あり、旅行会社鉄道、バスショッピング AB 株式会社、JAL マイレージバンク第13期決算広告、関係会社の状況。 日本航空株式会社有価証券報告書第67期、他業種の魅力あるポイントプログラムとの連携を強化する JAL マイレージバンクペイメントナビ TI プランニング2016年2月25日2020年7月7日閲覧ジャパンエラインズメディアインフォメーション、r JAL ブランドコミュニケーション、 https://www.jalbrant.co.jp:/comon/pdf/edvall pdf2020 年7月7日閲覧コロナ ANA グループ医療現場にマイルで営業寄付のルトラベルニュースアットトラベルニュース社2020年5月27日2020年7月7日閲覧 a n a メディアキット全日空生事 ,https, コロンスラッシュスラッシュ www.anahd.co.jp スラッシュ ana-info スラッシュアナスラッシュ m e d i a スラッシュ pdf スラッシュ m e d i a t a n a e d スラッシュ a n a d i スラッシュ m e d i a k i t スラッシュ ana-mediakit ana outline pdf 2020年7月7日閲覧 JAL マイレージバンクマイナスジェットスター、琉球エアーコミューターご利用時における JMB サービスでの取扱い変更について JAL マイレージバンク日本イコールパリカンの MUKHLQ クラスは積算対象外となります。JAL マイレージバンク2011年6月1日から日本イコール中国大陸線も積算対象になります。 JAL マイレージバンク、北海道エアシステムご利用時における JMB での取扱い変更について、JAL マイレージバンク、北海道エアシステムご利用時におけるフライトマイル積算終了について、JAL マイレージバンクハット JAL フライトマイルの積算終了について、北海道エアシステム、富士ドリームエアラインズとのコードシェア便が、国内線特典航空券の対象に、日本航空、 ク草エアラインとのコードシェア便を国内線特典航空券で予約したいのですが、できますか日本航空ジャルと大韓航空特典航空券の相互交換を開始、ブリティッシュエアウェイズ便名の航空券で同社を利用したときは100%となる埼玉リソナ銀行及び関西未来銀行の口座でも発行可能。JTB トラベルメンバーの会員として、 一定の条件を満たせば、別途、選べるクラブレジャーは、利用可能だが、JTB 旅カードの有無は問われない。近畿日本ツーリスト JMB カードジャル、マイレージバンク公式サイト、近畿日本ツーリスト JMB カード、ツアーマイル積算終了の、お知らせジャルマイレージバンクその他キャンペーンお知らせ、日本旅行、JMB カードジャル、マイレージバンク公式サイト、日本旅行、 JMB カードツアーマイル積算終了のお知らせ JAL マイレージバンクその他キャンペーンお知らせ埼玉リソナ銀行及び近畿大阪銀行の場合は JMB なしのビザデビットカードでの発行となるリソナ銀行も当初は JMB 付きが必須であったが JMB なしのカードを発行することは可能となったリソナ銀行のネット支店への口座開設者 専用口座に抱き合わせとなるカード、ありがとうございます。